G のファノはイタリアの数学者である。有限機科学の創始者として知られる。彼はイタリアのマントバで生まれ、ベローナで死亡した。彼は社営機科学と大数機科学の分野で様々な貢献をした。幾何学基礎論における彼の研究はダフィット・ヒルベルトの類似した、しかしより一般的な研究に10年ほど先行している。彼は物理学者。 ウーゴ・ファノと数学者、ロバート・ファノの父であり、物理学者で数学者のジュリオ・ラカーの叔父である。ファノは有限社営空間の領域の初期の執筆者であった。とりわけ、社営への空間のための公理の集合の独立性を証明する彼の論文では、彼は第四調和点をその協約と等しくすることの結果を考慮した。これにより、15個の点、35個の直線、 15個の平面の有限三次元空間に含まれる7個の点と7個の直線の構成になり、各直線には3つの点しか含まれない。この空間のすべての平面は7個の点と7個の直線で構成され、今日ではファノ平面と呼ばれている。ファノは任意の次元と素数位数の有限遮影空間を記述するために研究を続けた。1907年 G のファノは、 クライン百科事典の第三部に二つの記事を寄稿した。一つは19世紀の歴史的発展を通じて解析幾何学と総合幾何学の比較だった。もう一つは幾何学における統一原理としての幾何学と軍論における連続軍についてだった。ありがとうございます。